日本では9月26日よりネットフリックスで配信中の韓国の頭脳サバイバルゲーム番組悪魔の計略デビルズプラン日本でも面白い続きが気になると話題沸騰中その内容は弁護士、医師、YouTuber、プロゲーマー、俳優、アーティストなど様々な職業の12人のプレイヤーが7日間の合宿をして知力と戦略を駆使した頭脳ゲームを繰り広げる といったものだ。ストイックすぎる。落ち込みながらランニングするスングアン。その理由とは、本作に K-POP グループからたった一人参戦している注目メンバーをご存知だろうか。誰に対しても壁を作らずフレンドリーで優しく、他の参加者たちからも大変愛されている魅力たっぷりの高青年。彼こそが、セブンティーンのメインボーカル、セアングクワン、スングアン、である。 実際にこの番組を見て、セアングクワンのことが気になった方も多いのではないだろうか。そんな方々にさらに沼にはまってほしいので、今回はセアングクワンの魅力についてたっぷり紹介していきたい。ボーカル力は K-POP 界でもトップクラス。セブンティーンは13人組という大所帯グループで、人数の多さを生かした迫力のあるパフォーマンスが魅力の K-POP グループだ。 10月23日にはイレブンスミニアルバムセブンティーンスヘブンをリリース予定だが、なんと先行注文数が467万枚を突破するという驚異的な数字を記録した。そんな世界的人気を誇るセブンティーンのボーカルメンを牽引している一人がセアングクワンだ。歌もダンスも高レベルな13人の中でも、彼の歌声はいつまでも聴いていたいほど美しい。 K-POP 界でもトップクラスだと思う。楽曲に合わせて声色や抑揚を自在に変化させ、表情をコロコロ変える歌声は、どんなジャンルの曲でもマッチする。特にセアングクワンの伸びのいい高音は本当に効いていて気持ちいい。しかも生歌でも、え、音源流してる。と思わず勘違いしてしまうほど、全くブレない。それどころかもはや音源より上手いとすら思う。 ぜひせいで聞ける機会があれば、ぜひ聞いてみてほしい。聞くだけで自然と涙が出てきてしまうほど感動する。